はい、どうもエルザです。それではウォッチドッグスレギオンやっていきたいと思います。さて、今回はアルビオン潜入ということでホワイトタワーに行きたいと思うんだけど、どこから侵入していくかだよね。運が良ければあなたが辞職したことはまだ伝わっていないでしょう。体制にひれ伏す従順で無害そうな顔をすればいいだけです。ま、それと制服をお忘れなく。まあ、基本制服だろうね。仲間にした時黄色だったんだけど、今回黒に変えてるんだよね。さあ、潜入していこうか。制服着用。あ、こっちが制服なんだ。面白いね。で、侵入するにしても、いつも通り行こう。接近しすぎはダメ。はあ、まあそうだよね。そしたらとりあえず、制服着用アクセスと。一部の工作員は特定の立ち入り禁止エリアに入るため制服着用アクセスを持っていると。はいはい、着用して不審な行動はしないと。バッチリですね。元同僚でもよほどじっくり見ない限り気づかないでしょう。はあ、よし、音声ゲット上だね。そこを入りたいんだけど、よし、これでいける。危ない危ない。ん？新入りかって言われたけど、ギリギリだったね。中に入ったところで警告です。ここで騒ぎを起こせばナイジェル・キャスは間違いなく会合をキャンセルします。元同僚に気づかれないようにしないとこの作戦は失敗します。ああ、ナイジェルならこの階層に重要なものは置かないはずだ。ずいぶんキャスについて詳しいんだね。まあな、知らなかっただろうが、俺も昔はアルビオンにいた。キャスとも仲が良かったし、昔は尊敬してた。昔は英雄だったんだ。文字通り機械分野の天才だった。あいつも俺も機械マニアで憧れてたんだ。だからアルビオンにも加わった。それ本気？奴がイカれた殺人鬼だってことは後から気づいたんだ。会合ね。いやー、怖えな。
手じゃないし、銃なんて苦手だよ。とはいえだ。デッドセックが復活したって聞いたぜ。本当じゃないといいがな。あいつらはただのテロリストだ。ドアを開けるにはセキュリティパスが必要です。最高。近くのコンピューターを使って偽造してください。慎重にな。ナイジェルは侵入者に情けをかけたりはしないぞ。外は見たか。この人手なし。この街にはまだまだ手を加えなきゃいけない部分がある。言ってる意味はわかるか。ああわかるさ。我がいつだって知ったことない奴する勢力がいる。奴らにはとっくに対処したはずだ。デッドセックだろ。また動き出してる。陽動のタイミングがミスったね。するかなんて実際のところ分かりようもないからな。誰も知らないさ。最重要機密ってやつだ。それだけでも十分ものだ。言われてる通りにことが運ぶなら、デッドセックも他の抵抗勢力も心配いらないだろう。頭の足りないのが、地球は本当は平らなんだって言い始めてさ。信じられる？ありえないだろう。しかも陰謀だってさ、意味がわからないよ。何十億ドルも賄賂やら何だよ。よし、これで目くらまし成功。偽造の準備が整うまでにはまだ時間がかかりそうです。退屈しのぎにキャスの父親の死に関する内部調査の資料と画像を用意しました。見せて。心理アセスメント AS001 被験者ナイジェル・キャス。ミスター・キャスは当時のアルビオン CEO であった父ギャレス・キャスの殺害を目撃し心的外傷を負った。彼はそれを異様な出来事と捉え、直後から症状が乱れ始めた。ミスター・キャスの初期症状には不眠、古代妄想、曲解された非難、そしてたびたびのフラッシュバックなどが挙げられる。しかしながら自身の怒りと彼が言うところの無力感を仕事に向けることで、アルビオンが予期せぬ暴力を防ぐためのメカニズムとなる目標を掲げるに至った。彼は著しい躁状態にあり、精神疾患を患いかけているものと推察される。ミスター・キャスのような人物が軍事企業を運営するのに適しているのか、個人的には疑問を覚える。しかしすでにこの診断は打ち切りが決定しており、今となっては継続した観察以外に推奨できる措置はない。そんなことがあったんだね。つい同情しちゃいそうだけど、ロンドンの警備を任される前にカウンセリングを受けた方が良かったんじゃないかな。ああ、ナイジェルは自分の父親と俺以外に親しくしている人間はいなかった。多分人のことをこれっぽっちも信じてなかった。偽造パスは用意できましたが、出来が良いとは言えません。レジスタンス活動がうまくいかなくても偽造の仕事で食べていくのは無理でしょうね。まあとにかくやってみましょう。ナイジェル・キャスが待っています。さあ防犯ゲートを通過していこうか。まあキャスとは関係性が深いんだね。あの助けた人はね。どうだ、ピリピリしてたな。測定の方はどう？もうすぐ締め切りだけど、遅れたら大変だよ。今出資者たちにプレゼンしてる。さあやっぱ陽動めちゃくちゃ大事だね。ようこそテミスプロジェクトへ。これこそが新世代のドローンだ。潜在的な脅威を自動で識別し隔離し排除する。事前にだ。どこへでも行けて全てを見通す。完璧な正確性により目標がどこにいようと一瞬で消去する。テミスドロー、それは秩序の新たな担い手。即座に
躊躇なく使命を果たす。礼を言う。君たちの協力のおかげだ。ありがとう。テミスが始まれば、ロンドンは世界初の真に安全な都市となるだろう。ミスター・キャス、ここに呼ばれたのは倫理的な問題を議論するためだと期待していたのだが。いや、いい。警視総監は心配してくれているだけだ。熱意と献身に敬服する。では倫理の話をしよう。まず第一に、テミスはアルビオンの任務の範疇をはるかに超えている。もっと政府と協議してはどうかな。なるほど。指導を遅らせれば議論を行い詳細を詰められる。人的要素をもっと考慮すべきだ。今すぐ防衛大臣に電話しよう。話すといい。そうか、わかった。我々をこんな状況に追い込んだのが人的要素だ。無駄な議論、遅延、優柔不断、もうたくさんだ。私はそれが誰でも、自分自身であってもテミスを邪魔させない。さて、タイディスの諸君、準備にかかれるか。結局のところ計画の要は君たちだ。外部と相談する必要は？あ、いえ、ありません。間に合うようにしっかりやってくれ。犯罪者が街を駆け回っている。移民が我々の家族を脅かしている。警視総監はテロリストに暗殺された。決断は難しい。だがやらねば。ひとたびなされれば、それで全てが変わる。お、やば。マジか。あの野郎。偽装については警告しましたよ。制服は役に立ちます。あまり近くで見られないよう気をつけましょう。そうだね。マグリ、ここからどうやって出るの？カタコンベに向かえ。下だね。テロリストね。あいつ結構ひどいやつだな。一人はいる。それからどう動く？陽動が使えるのは1階っていう感じだね。見たことない人がいるみたいだね。勝ち目はないぞ。諦めるんだな。こいつだ。なんでもないよ。なんでもないよ。誰も走ってませんよ。よし。結構身長がいいのかなと思ったけど。ナイジェルを見ただろ。そのなんだ、なかなかの説得力だろ。すぐにでもテミスを始めるつもりみたいだね。あの口ぶりからするとランプの魔人みたいにおとなしく魔法のランプに戻ってはくれなさそう。この例え方やっぱ外国だよね。連絡は来ないと。
嫌な感じがするね。ほんとだね。他にはこれは降りれるのか。降りて上がるっていう感じかな。いや、そんな感じではなさそうだ。テムズ川に繋がっていると。今のは何だったの？今の？くそ。アルビオンの極秘プロジェクトの正体は全自動の殺戮マシンだってのか。おまけにキャスはプロジェクトを始動間近だ。早いところ奴の手からテミスを取り上げないと。準備しておきます。あなたも参加しますか、ヘイミッシュ。いや、顔を晒すつもりはない。さあ、マスクをゲット。いいね、最高。市民の仕事を守れ。さあ、続いては設計図を盗み出せと。で、次回は、次はブリーフィング、あ、一回戻るんだね。そしたら、今回はここまでにしようかな。ちょっと早めだけどね、いつもよりね。まあ、とりあえず、ちょっとずつ、ちょっとずつって感じか。あとは、あ、そうそう、仲間になったのよ。なんか知らないうちに人助けて。あ、高速終わってるね。おじいちゃん。おじいちゃん、また頑張ってみる？いやー、チーム拘束はそっか、時間だったらまだ、ありがたいね。いつでも始めよう。捕まったんだけどね。はい、ということで、今回はここまでとなります。ダメージと、ダメージ高いんだけどね。だよね。そもそも弾がそんなに、デザートイーグルはね。まあ、これでまた使っていってみようか。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。